マネーモンスターは2016年にアメリカ合衆国で公開されたサスペンス映画である。監督はジョギホスター、制作、主演はジョージ・クルーニーが務める。人気番組マネーモンスターで司会を務めるリー・ゲイツは番組内でアイビス社の株を使った資産運用の方法を紹介する。数日後、アイビス社の株が暴落して、 膨大な損失が生じたことが報じられ、番組は、アイビッシャ CEO のウォルトにインタビューする企画が立てられ、その日を迎える。CEO のウォルトが、飛行機のトラブルで番組に出演できず、社の広報担当ダイアンがインタビューに答えると、リーに伝えられる。生放送を開始して、リーが、プロデューサーのパティの指示を聞かずに、アドリブ全開で番組を進める最中、 謎の男がスタジオに現れる。視聴者も番組スタッフも D の演出と考えたが、男は銃を取り出し発砲して D を人質に取り、生放送の継続を主張する。パティは D の身を案じて応じると、男は事件の動機を語り出す。襲撃してきた男のカイルは番組の情報を信用してアイビスに投資したが、意図的な情報操作で株価は暴落した。 真実を明らかにしろ。とリーに要求する。リーを含む番組関係者は八つ当たりのような主張に困惑するが、リーを救うために、パティラはこの一件を調査し始めると徐々に事実が明らかになる。疑惑の核心が判明するとともに結末を迎える。2012年2月7日、ダニエル・ダビッキが自身の映画制作会社、ジアレジアンス・シアターを立ち上げた際に、 マネーモンスターという作品を制作する予定であると発表した。ダビッキはスチュアートフォード率いるアイムグローバルからの出資を受けた。同年10月11日、ジョディ・ホスターが本作のメガホンを取ると報じられた。2014年5月、ララ・アラメディンが制作陣に加わることが決まった。本作の脚本はアランディ・フィオールとジム・カウフが執筆した書稿をジェイミー・リンデンが 過失修正するという形で書き上げられた。2014年5月8日、ジョディ・ホスターがジョージ・クルーニーを主演俳優に希望したと報じられた。同年7月、クルーニーの出演が正式に決まった。2012年10月、本作の撮影が2013年初頭から開始されると報じられた。しかし、制作スケジュールに遅れが生じた。2014年7月、 クルーニーが出演する、ヘール、シーザーの撮影が終わり、次第すぐに本作の撮影に入ると報じられた。結局、主要撮影は2015年2月27日からニューヨークで開始された。4月8日には、ウォール街での15日間にわたる撮影が始まった。2016年5月13日、本作は全米3104巻で公開され、 公開初週末2478万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場3位となった。第69回カンヌ国際映画祭のコンペティション外で上映された際には、スタンディングオベーションが4分ほど続いた。ありがとうございます。